はい、今回は6月16日から開催となる日レイレディースについて語っていきたいと思います。2023年第16戦、今大会の開催場所は千葉県での開催となります。まずは日レイレディースの概要についてですが、開催日は6月16日から6月18日の3日間競技となっています。賞金総額は1億円、優勝賞金は1800万円となっています。開催場所は千葉県の袖ヶ浦カンツリークラブ新袖コース、全長6621ヤードパー72のセッティングとなっています。放送配信についてですが、最終日は地上波でも放送されます。地上波で放送されるのは嬉しいですね。また今大会終了後に第1回目のリランキングが行われます。出場優先順の並び替えとなるので、シード権を持っていない選手にとっては重要な試合となりそうです。日レイレディースは1998年からアピタサークル系サンクスレディースとして開催されました。2006年から日レイレディース、2007年から日レイ PMG レディースと名称変更され、2010年から再び現在の日レイレディースとなっています。今回が第26回目の開催となります。2022年に西村優菜選手が通算17アンダーで優勝となり、大会トーナメントレコードを出しています。開催場所となる袖ヶ浦カンツリークラブ新袖コースは千葉県にあるゴルフ場です。1965年に開場しているゴルフ場で、谷越えあり、池越えあり、打ち下ろし、打ち上げ、ドッグレッグなどが林の中に展開する丘陵林間コースとなっています。各選手がどのようなコースマネジメントでプレーするのか注目ですね。ディフェンディングチャンピオンは西村優菜選手となります。通算17アンダーでの優勝でした。初日に2位発進、2日目にトップに立ち、最終日はリードを広げての優勝となりました。ただ今大会の出場については、同時期に開催されるベージュシツアーのマイヤー LPGA クラシックにエントリーをしているので、残念ながら今大会は欠場ということになります。続いて個人的に気になる注目選手について語っていきたいと思います。今大会終了後に第1回目のリランキングが行われるので、暫定リランキング35位以降の選手に注目していきたいと思います。まずは鶴岡可恋選手、 QT ランキングは65位、現在の暫定リランキングは36位となっています。直近の出場試合のヨネックスレディースでは34位という成績でした。ヤマハレディースでは優勝争いの好プレーも見せていたのですが、その後予選落ちが3回あるなど、なかなか調子が安定していない感じでしょうか。本人も強くなりたいって素直に思えるなど、常に上を目指しているコメントが印象的ですね。暫定リランキングは36位となっているので、このままいけばおおよその試合に出場できるかもしれませんが、より確実にするためにはできるだけポイントを稼いで順位を上げていけると、さらに安心ができそうですね。そして奥山優里選手、 QT ランキングは10位、現在の暫定リランキングは38位となっています。プラチナ世代の選手、昨年2022年はステップアップツアーを主戦場としていましたが、 QT で上位の順位を獲得し、今シーズンはレギュラーツアーを主戦場としています。ブリヂストンレディースの最終日に12番ホールでホールインワンも出していますね。スタッツとしては平均飛距離が36位、フェアウェイキープ率が82位、パーオン率が58位、リカバリー率が70位、パーオン時の平均パット数が79位となっています。飛距離を出せる選手のようですね。前の週のサントリーレディースでは38位という成績でした。今シーズン予選落ちも多いですが、最高順位はリゾートトラストレディースの21位となっています。今大会でも成績を出していき、リランキング35位以内に入っていきたいですね。そして木下彩選手、 QT ランキングは2位、現在の暫定リランキングは40位となっています。スタッツとしては平均飛距離が41位、フェアウェイキープ率が29位、パーオン率が55位、リカバリー率が88位、パーオン時の平均パット数が88位となっています。トータルドライビングが14位となっているので、ドライバーが得意クラブという感じでしょうか。また女子ゴルファーには珍しく長尺パターの使い手でもあります。前の週のサントリーレディースでは63位という成績でした。2日目までは16位と好調のプレーで予選通過となったのですが、3日目と最終日にどんどん崩してしまい、最下位となってしまいました。暫定リランキングでは40位となっているので、出場できない試合も多くなってくるかもしれません。あともう少し順位を上げていきたいところです。全米女子オープンの出場権も獲得をしており、勢いもあると思うので、予選通過と合わせて成績を出し、ランキングの順位を上げていきたいですね。そして河本結衣選手、前半出場権を持っていましたが、現在の暫定リランキングは68位となっています。スタッツとしては平均飛距離が27位、フェアウェイキープ率が75位、
パーオン率が51位、リカバリー率が92位、パーオン時の平均パット数が83位となっています。飛距離もあり、ショット力もありそうですが、ショートゲームやパットが課題となっている感じでしょうか。前の週のサントリーレディースでは49位という成績でした。今シーズン予選通過できたのは2試合のみということで、絶不調に陥ってしまっている感じでしょうかね。本人としても、もう一回死ぬ気でゴルフと向き合わないといけない時期かなと思うというコメントもしていました。成績を出すことやミスをしたくないという思いが強すぎて、思い切ったプレーがなかなかできなくなっているということです。リランキングを35位あたりまで上げていくためには、今大会で8位以上の成績を目指す必要がありそうですね。出場権を得るためにも、なんとかもう一踏ん張りしてほしいですね。はい、今回は日レイレディースについての概要や事前情報、そして注目選手について語ってみました。今回もゴルフの話がたくさんできて大満足です。それではまた。